美咲さんの YouTube 脱税事件後の Twitter のおかげで将来に希望を持てました。投資詐欺に遭いほぼ一文無しになったという YouTube で見ました。その月の生活費はどう稼がれていましたか。美咲さんが正直にゼロになった場合の収益が生まれれば生活費をどう補うか聞いてみたい。そう、僕ね、そう、青汁を出したのが2015年なんですけど、その前にですね、まあ、その前に3億円ぐらい持ってたんですよ、青汁を発売する前に。で、青汁を出す前に実はその3億円のほとんど全てがですね、なくなっちゃってたんですよ。なくなっちゃったんですよ。で、なんでかっていうと、僕は当時バカだからですね、3億円っていうのお金があれば、サラリーマンの障害年収ぐらいのお金なんですよ、3億円って。だから、普通に考えたら、贅沢しなかったら別に一生何もしなくていいじゃん、みたいな。家でずっとゲームしてればいいじゃん、みたいな。パワープロとか好きだったら家でパワープロしてればいいんじゃね、みたいになって、もう何もあんまやってなかったんですよ。でもやっぱり毎月の収入欲しいし、働くのもだるいから、まあなんかとりあえずお金欲しいなみたいなことを思ってたんですよ。バカなんですよね。舐めてたんですよ。で、まあそれこそその、まあさっきのファンドの話じゃないですけど、ファンドの人が現れてですね、毎月ね、10% ぐらいのお金をね、配当を上げるから、投資しませんかって言われて、最初3000万か4000万ぐらいしてみたんですよ。そしたら毎月300万とか400万持ってくるんですよね。で、これはすげえなと。で、3億全部入れたらですね、毎月3000万ぐらい入ってくるのかと。毎月3000万入ったら年間で3億円入れた分回収できるし、もう最強じゃんみたいな。もう何もやらなくていいじゃんみたいになって、バカなですね、もうまあ青汁老人になる前ですよ。バカな美咲裕太君はですね、3億円のほぼ大半をですね、その怪しいファンドに入れてしまったんですよ。そしたらどうなったかっていうとですね、翌月にですね、もう、実は自転車操業でしたと言われてですね、お金を払えなくなりましたって飛んじゃったんですよね。だから僕ほんと3億円ぐらいあったのが、もう一気に無一文みたいになったんですよ。無一文。まあ無一文って言っても厳密に言うと、会社に2000万円だけ入ってたんですよね。2000万円だけ。で、やべえじゃないですか。で、これは絶対しくれねえと。でもほんと地獄みたいな毎日で、もう本当になんか廃人みたいになったの、もう1ヶ月ぐらい家から出れなくて、で現実を見るの。もうだって、ほんと3億円なくなんだよ。やばくないですか？今はもっとお金あるからいいですけど、当時3億円ってほぼ全財産だったんで、で、なけなしの2000万で、あ、これ俺もう人生やべえなと。で、思ったんですよ。そんな風になんかこう、楽して稼ごうとか思ってる自分が悪いなと。で、まだ24か25ぐらいの時だったんで、もうこれやり直さないとダメだなってことで、めちゃくちゃビジネスを調べて、行き着いたのが、通販だったんですよね。だから今で言う、青汁老人になった由来を、通販をそこで知ったんですよ。で、あの時、3億円がなくなってなかったら、あんな風に一生懸命何が儲かるかなんて調べなかったし、青汁なんて多分作ってなかったと思うんですよ。今頃何やってたか分かんないです。だから、ピンチはチャンスじゃないけど、ああいうことがあったから今僕は頑張れるし、もっとお金持ちになれたんじゃないかなって、思います。はい。で、もう本当に2000万円でですね、2000万円の元金から3年間で130億で、最終的に営業利益30億かな、役員報酬入れたら42億くらい利益出したんで、3年間で。2000万でスタートして、3年間で。もう神がかってたんですね、あの時は。もう気合入ってましたからね。うん、で、もっとですね、なんか、すごいね、ことがあるとですね、もう本当にね、しょうもないんですけど、もうこれしょうもない話するんですけど、で、